あとっき記は、新末から中華民国初期にかけての学者。字は、勘明、菅奮、号は、直山、縁。湖南省小探検の席だが、調査で生まれ育った。父は、昇降志向から三十七世を名乗り、太平天国の乱を避けて、呉れ県から湖南に移住して、財を成したという。元は、上一市の門下で、百八十五年に里見に、 合格して巨人となり、1892年に開始に第二項で休大した。理部主事になるが、ほどなく、官を辞して、調査に戻り、大崎、県の下で学問に励んだ。母実返法に反対して、公位や両慶長、女飛都市を批判し、サット指名4六四官を表したほか、祖母氏の欲競争編にも論を寄せた。 一時はコナンの名刺として地元の世論にも大きな影響を与えたが、侵害革命に反対してコナンと解く夢を批判したために一時は北京、蘇州に逃れた。1919年に調査に戻ったが、1927年、彼の反革命的な言動と地主としての振る舞いに、激怒した調査の人々によって捉えられて、コナンの大公会の大会にて、 悪徳地主としての罪状が明らかにされて処刑された。儒学者としてのみならず、目録学の大家として知られ、日本からも、白岩隆平、水野培行、塩屋恩など彼の教えを受ける者がおり、1927年7月には東京にて追悼会が開かれている。著作に、縁、小学四種、未、古道書著書、陸書こ書林生は、総梅慶。 闇草書などがある。ありがとうございます。